これから TDM インターフェースを内蔵した三軸加速度センサー LIS25BA のデモをご紹介します。使用するのはこちらのヒアラブル2という評価ボードです。この評価ボードには LIS25BA とアナログ MEMS マイクがコーデックデバイスを経由して STM32L4 マイコンのオーディオ入力インターフェースに接続されています。このシステムにより簡易的なノイズキャンセリング機能を試すことができるようになっています。では実際に LIS25BA で音声を録音してみましょう。 LIS25BA で骨を伝わってくる振動を音声として検出するために、このように顎の骨などにセンサーのパッケージがなるべく接するようにして使用します。それではこの状態で音声を録音してみます。LIS25BA が骨伝導の音声だけを拾って、周辺の環境ノイズを拾わないことを分かりやすくするために、わざとノイズを鳴らしながら喋ってみます。ただいま LIS25BA のテスト中。本日は晴天なり。今録音した音声を再生してみましょう。まずはこれがオーディオマイクで録音した音です。ただいま LIS25BA のテスト中。本日は晴天なり。ノイズも含めて録音されています。次が LIS25BA で検出した音声です。ただいま LIS25BA のテスト中。本日は晴天なり。声はややこもっていますが、周辺のノイズは混ざっていません。このように低域は LIS25BA で、高域は MEMS マイクで拾った音を適度にミックスした簡易ノイズキャンセルを施すと、人の音声帯域のノイズは削減され、自然で聞きやすい音になります。LIS25BA は単体で骨伝導マイクとしても使用できますし、高度なノイズキャンセリングシステムの一部として使用することもできる加速度センサーです。ぜひご活用ください。